サイド、星2。アート専門の泥棒であるケビン・ベーコンは超大金持ちのアートコレクターの家に絵画を盗みに行ったがしくじって閉じ込められてしまう。その家の家主は長期出張中であり、警報によって全てのドアがロックされて水も出ないという極限状態から、水槽の熱帯魚を食べたりトイレが流せないのでうんぴっぴをバスタブに溜めたりしながら脱出するサバイバルゲーム。全編を通してほぼケビン・ベーコンの一人芝居なので、ペントハウスにあるアート作品のレプリカを用意するとか以外は予算がかかっていない低予算映画。この手の映画のお作法で絶対やらないことは窓ガラスを割るということであり、この映画でもお作法に従って窓ガラスを割らないので、見ている側は常に窓ガラスを割れよという気持ちを与えてくる。一応窓ガラスを割る描写はあるので、でもナイフとかで傷をつけて割れやすいようにするとか、質量のあるものを投げるとかしないので、どんなに優秀な強化ガラスでも民家に入っている強化ガラスだったら工夫すればいかようにでも割れるので、最終的にケビン・ベーコンがどんどん情緒不安定になっていき、アート作品を作り始めるのだが、これは家主とトランシーバーのやつが一芝居打って極限状態の人間が生み出すアート作品を作るために密室にしたオチなのかなと思ったが、そうではない。そんな4倍速くらいで見るのがきっとちょうど良いんじゃないかなというおしゃれ映画。